はい、どうもこんにちは。沖縄の杉です。YouTuber's Life OMG、久しぶりに、数年ぶりにやっていこうかと思います。まあ、というのもね、本当は先月、はい、うちのチャンネルが、登録者1万人突破しましてですね。まあ、それで、まあ、これから先どうしようかななんて思っている、まあ、いろいろ考えた時にですね、そういえば、なんか突然これ思い出したわけですよ。で、まあ、それだったらプレステ4版とかスイッチ版が出てることだし、そっちで最初からやろうかなと思って、用意してやったんだけど、なんかまあいろいろバタバタあってスタートが遅れていて、それでもねやはり年内にはスタートしたかったんで、今回か YouTuber's Life OMG やっていくことにしました。そういうわけで、まあゆっくりですけどやっていくかと思いますんで、よろしくお願いします。さてっていうわけで、まあできるのはまあ新しい、あとオプション。言語日本語。はい、これはこれで OK ということで。はい。で、新しいゲームでいい。さて、宇宙からの始まりでございます。ついに達成したよ。何を。自分が最も人気のある YouTuber だなんて。自分でネットワーク管理してるんだ。長くて辛い旅路だったよ。これがマイストーリー。いい部屋だな。さあ行こう。というわけでとりあえずね、キャラメイク、男性女性、女性だと男性だと、とりあえず男性でいいよな。肌の色これぐらいでいいか。で、あ、これはこれで確定する。で、次髪型違う。どういう髪型、いいね。違う、はあ、これでいいか。で、髪の毛の色、あれどういった、あら、髪の毛の色、これぐらいだろう。はい、じゃあ確定。で、目、目はなんかどれもこれも似たり寄ったりで、まあこれでいいや、確定する。で、口はこれでいいや、普通でいこう。ひげは、俺ひげの色って変えらんないの。まあいいや。はい、でトップス、今冬だからこんな格好の方がいいんだけど、かといってまあこれでいいか。で、ボトムス、最近ジャージでいることが多いんだよな。スラ、まあいいや、これで。はい、で、靴はまあこれでいいです。で、メガネ、これでいいや。さあ行こう、確定。すげえ。で、パーソナリティ、ラジオの違う、君にぴったりのパーソナリティを一つ選択しよう。スーパースター、富豪、社交的、天才、パリピって何、ロマンチック。で、スーパースターっていうのはバイラル動画の達人である君の唯一の野望はもっと多くのバイラル動画を作るということ。すべての視聴回数や登録者数がカウントされるよ。パーソナリティって何なんだろうな。富豪、君のお金の執着は今に始まったことではないよね。君はビジネスのプロで動画がもたらす新たな収入を見ることが好きなんだ。社交的、新しい人との出会いや人付き合いが大好きな君、新しい友人に出会って終わりなき連絡先リストを持つことを目標としてるんだ。これは違うな。天才、周りからどう思われようと新しいことを勉強したり学んだりするのは君にとっては楽しくて簡単なこと。君には勉強に没頭するタイプ、勉強には没頭しなかったけど、まあ新しいこと、まあやっぱり名声や人気よりも大切なものってあるのかな。悩まずに楽しみたい人に素晴らしい
俺これに近いかもしれない。ロマンチック君の生涯の夢はこの人なしじゃダメだと思わせてくれる特別な人を見つけることで、その人に出会えるまで諦めないつもりだね。運命の人が君を待ってるよ。けどやっぱりとりあえずこれでいこう。視聴回数や登録者数がカウントされるとね。でこれはもうもちろんね、あのゲーミングですよ。ゲーム実況者としていきます。で名前を入力しよう。名前さ、あ、日本語いけないの？いかないの？間違い。なんでか変わっちゃったの？よいしょ。で、スーパースター選んで、ゲーミング選んで、名前、しょうがないわ。あ、間違えた。実はね、あのコントローラーの丸とバツが入れ替わってるのね。日本語入れたい。できないんだ。チャンネル名。まあこれでいいや。日本語入れらんないんだな。まあとりあえず開始する。本当にこの優勝、まあいいですよ。行くよ。さて、つばけでいきます。この部屋で初めての動画を作り始めたんだよね。母さんと一緒に引っ越してきたばかりで、ここではあまり友達がいなかったんだけど、それじゃあナンバーワン YouTuber になる前に、自分が最初に学んだ様々なことを伝えてくれ。まず、キャラクターを動かす。はい。カメラを動かす。カメラは？これで OK。カメラを回転させる。カメラでズームする。はい。これでいいですか？当時は自分の棚にあったゲームの動画を作って楽しんでいたな。この棚にゲームを保管していたよ。棚に移動しよう。あれ？棚に、あ、こっちだ、こっち。移動しよう。それから、ビデオゲームと動画の種類を選択しよう。ビデオゲーム。ゲームを選択しよう。持ってるの1個しかないのか。エンパイアプラネット2。リリース日12月なのか。人気度は高いと。で、評価も4。で、よし。ジャンル、戦略。コンソール、HLPC。まあ、いや、どういう意味だろう。で、今、作れるのが、まあ、初見プレイ、ゲーム実況、レビュー、ピアレビューってなんだろう。コラボ、TA。TA ってなんだろう。であるんだけど、まあ、ゲーム実況しか選べないんです。ゲーム実況を選んで、続ける。で、設定ステージ。このステージでは、動画の録画に使用するウェブカメラとマイクを設定するよ。君のワークステーションのコンポーネントに基づいてレンダリングポイントが制限されているよ。高度な設定では動画の質は向上するけれど、レンダリングポイントが多く消費しちゃうよ。これはこれしか持ってない。マイク、カメラはこれ。で、ノンフィルターで単一構成。はい。開始する。なんかここにはさ、ゲーム実況って漢字で書いてあるんだけど、日本語で書いてあるんだけどさ、結局できないんだよな。入れらんないの？入れたいな。入れたいな。無理？できないっぽい。まあ、いいか。はい、じゃあ、で、次へ。で、このステージでは、カードを選んで様々な課題を解いていくよ。各カードを使うことで一定数の点が消費され、それぞれにスキルポイントが付与されていて、ビデオクリップを制作することができる。状況に応じて最適なカードを選択し、できるだけ多くのスキルポイントを獲得しよう。使用されるのがどれ？ごめん、飛ばしちゃった。
これで、なんか最初のミスったな、ミスったな。編集ステージ。クリップを編集トラックにドラッグして、できる限りうまく配置して動画を制作しよう。あと、ワークステーションのレンダリングポイントも考慮しながら、エフェクトを追加することもできる。レンダリングポイント、あれか。まあ、一個も使ってないし。で、タイトル。まあ、こんなもんだろう。一番最初のクリップはすげえ変なんだけど。まあ、いいや。行こう。動画をアップロードしよう。しよう。この動画の得点と獲得した各スキル別経験値だよ。得られた結果によって動画をアップロードするかどうかを決めているんだけど、これは君の初めての動画だからもちろんアップロードするよ。はい。ちょっと嫌なんだけど。チャンネルに動画をアップロードするに時間かかると未だにイライラするんだよね。でも伝えておきたいのは、視聴回数とか登録者数、それに稼ぎがどんどん増えていくのを見るのはすごくいい気分だってこと。それに自分がちゃんと動画を作っているのかどうか知ることができるコメントを必ずもらえるしねと確定する。で、毎月テストがあったから勉強しなきゃいけなかったんだ。合格したらご褒美がもらえたけど、不合格の時は母さんから外出禁止を言い渡されたりしたな。してたな。学生生活、学校に行くには部屋のドアから外に出ればいい。ここだよ、ドア。はい、これでお出かけ行った。ああ、時間が過ぎて帰ってきた。テストを受ける準備ができたかどうかはスマホのカレンダーを確認するといいよ。でも学校に行っていい成績を取ることが全てではないよね。時には買い物に行って新作をチェックすることもあったよ。家から出なくても買い物はできたしね。オンラインショッピングは物を手に入れるのに本当に手っ取り早い方法だったよ。ああ、これか。さあ買ってみよう。パソコンで買い物してみよう。これでいい。買い物する。何が買えるかな。これ多分、持ってるお金100ドルかな。100ドル。他は？ここは？アメージングオン。ここはなんかゲーム系か。ゲームとかいろんなソフト売ってる。で、オールコンソール。あ、はいはいはい。そうなんだ。イデアって、これ家具？ほうほうほう。ここはまあわかんない。で、クロージングショップ。あ、これ服だな、きっと。とりあえずね、こっちだよ。で、100ドルで買えるもの、買えるもの。なんか突然音楽がなくなったぞ。キーボード買おう。キーボード20ドル。買います。それから、モニター、あと80ドル。マウス、ウェブカメラ、ウェブカメラ。マイクちょっと良くしたいんだよな。それから、ヘッドホン、あと40ドルか。編集ソフト。ファイナルプレミアライト。携帯。あと40ドルあるから、どうしよう。ウェブカメラ、買っとこう。それで、ウリア。戻る。動画の制作と自分に与えられた任務を果たす上での基本はね、その時常に熟知していたからね。初めのツアー、うちは難しいものだと覚悟していたけれど、YouTuber になることを決めていたし、誰にも止めることはできなかったよ。やらなきゃいけなかった。よし、確定。次は何するの？あれ終わった？メニュー。プロフィールを見る。はい、レベル1です。高松さん。で、パーソナリティはこれ、ゲーミング、で、系のチャンネル。はい。それから、これは見れない。で、カード。これは君のカードコレクションだよ。新しいカードを手に入れるには、ウィークリーミッションを完了することで獲得できるカリスマ PT が必要になるよ。なんかいろいろあるっす。はい。で、それからチャンネル。あ、はい。登録者数ゼロ。それでも、さっきアップしたやつ。登録者数15、視聴回数53。はい、まあその。で、低評価ついてるし、高評価8。
で、ランキング、これなんだろう。まあ、他の人とのランキングね。それから、これ、財務。おー、宇宙ステーションってなんだよ。で、ミッション。これがやんなきゃならないもんね。はい、最初の一歩。YouTube へようこそ。ここは、世界中の何百万もの人々が、ビデオゲーム、音楽、料理、ファッション、ペットなど、数多くのテーマに関する動画をアップロードすることに、日々時間を費やしている場所です。パートナープログラムが用意されているため、優秀なクリエイターは報酬を獲得します。これ、登録者数500人獲得しようですか。で、次が、なんか新しいビデオゲームを購入しよう。アメージングオンでゲームを買おう。そうすると、経験値400くらい。さっきお金使っちゃったよ。で、学校に行こう。チャンネルやりって何これ。君の登録者の君への執着は終わりがないようですね。世界でも登録者が多くいるコンテンツクリエイターになってみましょう。これは登録者数1000名いけってことかな。で、学生生活。テスト。なんでまた音楽が止まるんだ。はい。で、とりあえずこんなもんか。で、アクションって何？ああ、こういうことか。携帯。あ、それさっきカレンダーがどの子の。はい、わかった。勉強しなさいってことね。で、友達。友達誰がいるの俺。ああ。ほう。これ女の子だよね。ディゼ。なんて読むのこれ。なんて読むの名前、読み方がわからない。名前変えられない。名前を変える。できないな。あと、カメラとかこれは使えない。通知。なし。今なんか来た。来たよ。あ、これか。開く。あ、キーボード。はい。開く。はい、マイク。で、開く。カメラ、届いた。OK。うん。これ、まあ少し良くなったね。で、あとは、何かな。このさ、自分の、これは、何もできない。今、ボタン押して。これは、何もできない。何もできない。ここは、コメントの管理とかできない。とりあえず、できることって、こんな感じか。はい。つうわけで、まあ、なんとなく、やり方は分かってまいりました。というわけで、これからね、頑張って少しずつやっていこうと思います。まあ、とりあえず、第1回目ということで、こんな感じでやっていこうと思いますんで、これから応援よろしくお願いします。もうちょっとね、カメラの位置とかね、変えることができるかなって思うんだけど、カメラ、カメラの、こんなもんか。こんな感じか。はい、というわけで、まあ、よろしければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それじゃあまた、バイバイっす。